メンバーなら僕の全部を知ってて当たり前。イーサオクイズ。よいしょ。昭和ダルトな感じで。ちょっとイーサに合わせました。ありがとうございます。年下だ。年下。お礼でございます。行こうぜ。行こうぜ。さっき違うですからね。インスタバージョンで。はい。クラークをお泊まりしてきたメンバーのことなら何でも知っていて当然です。おお。そこで一人のメンバーがパーソナルなクイズを8問出題します。ありがとうございます。インスタを。やっぱ上げた方がいい。はいはいはい。当然全員が満点のはずですが、はい、今回の、はい。出題者、イーサオさん、いかがでしょうか。はい、イーサオさんでございます。どうだい。まあ、でもやっぱり、まあ、いつもやっぱさ、そうですね、うん、あんまり王様ではないんですけれども、おーおー、まあ、今日は王様になりきってビシバッシュ皆さんのね、回答をですね、あのチェックしていきたいと思いますので、なんで、まあ、これ結構僕もう絶対知ってることだと思います。もう選びました。まあ、ちょくちょく難しい問題もあるんですけれども、はいはいはい、まあ皆さん全問正解してほしいですよね。もちろんですよ、はい、もちろん、まあ、特にジミー君、あ、来た来た、お、はいはい、もうこの前も言ってましたけど、ブラザーなんで、やっぱり前回もね、お兄ちゃん、お兄ちゃん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは早速いきましょう。はい、伊佐さん、問題お願いします。はい、お願いします。おっしゃ。嫌いじゃないけど好んで食べない野菜とは。難しい。嫌いじゃないです。え、だけど好んでは食べない野菜とは。そんなこと、 あれな、あれです。すごい、さすが。嫌いではないんです。嫌いじゃないです。これは嫌いな食べ物っつったら分かっちゃうじゃないですか、皆さん絶対。そうね、そうね。だからちょっとひねりました。分かんない、言ってない。いや、でも予想でしょ。あ、待って、ヒント欲しいわ。ヒント、王様お願いします。ヒントは多分小学生の給食にはほとんど入ってるっす。えぐい、何それ。幅広い。だけど、はい、いいですか。多分これ嫌いな人多いかもしれないんですけど、その料理の中に入ってたら多分なんていうんですか、食べれるけど生では食べれないねみたいな。生はちょっと苦手だね、はい、みたいな。イーサ様ありがとうございます。生ではこれ苦手だね。もうこれめっちゃ大ヒントっすよ。イーサ様、あなたもそういうこと。僕それっす、完全。生ではちょっと苦手かなみたいな。だけど料理の中に入ってたら、あ、まあ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 いいでしょうみたいな。まあいいでしょう。イーサ様ありがとうございます。じゃあ2個と迷ってたんよ。俺も2個で迷ってたん。そう、もう一つの方は最近結構食べちゃうんで。全然王様、そっちかよ。そういうことっすよ。そっちかよ。マジで。ヒント通りいくよ。え、全然わかんない、はい、ちょっとわからへん。じゃあ皆さん書けましたか。もういいよ。いきます、せーの、どうぞ。人参、はいはい、人参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 、ピーマン。正解者います。います。ピーマンもあるな。でも正解は人参。人参でした。1問目からヒント求めて。なんか俺言った覚えがある。リサが人参残してて、人参だけ。じゃあ俺玉ねぎか人参かで迷った。そうそう、玉ねぎは最近食べるんですよ。玉ねぎか人参で。玉ねぎは逆にあのとろ甘いのがダメなんだよね。そうな、甘いの分かってらっしゃる。めっちゃ俺やめてあげて。さすが、やめてやめてあげて。とにかく大丈夫です。こっからっすか、こっから。やめてあげて。ああ、水飲んじゃった。バクバク緊張してる。ちょっとバクバクしますね。これはちょっとあの難しいかもしれないです。いきます。超能力を使えるとしたら何を選ぶでしょうか。超むずいじゃん。これ難しい。これ想像系だ。そう、想像系ですね。これはちょっとだからありそうな超能力でもいい。もちろん。でもしその能力がめちゃめちゃ魅力的だったら僕1ポイント差し上げます。オファー提案ベースのやつだ、うん、プレゼンテーション。プレゼンテーション能力では。超能力か、はい、超能力。幅広いね、超能力も。ちょっとそう、幅広いですよね。あ、けどまあイーサが求めるやつでしょ。そう、まあ、これぐらいでいいんじゃない。はい、もう今それしたいっすもん。だってマジ。え、そっち。いや、いいな皆さん。いや、なんかここに座るのいいですね。なんか気持ち、気持ちいいね。気持ちいいわ。めちゃめちゃわかるわかる。気持ちいいな。これは理由もなんか説明してもらいたいですね、ぜひ。はい、どうですか皆さん、書けましたか。グッジョブ。はい、じゃあブラザーどうぞ。すごっ、はい、あー、でもまあそれも思ったっすよ。空を飛ぶ。おお、これイーサはあれなんですよ、アイアンマンとか、はい、やっぱスーパーヒーローにめちゃめちゃ憧れがあるんで、はいはい、これは確実に、はい、あって損しない。ちょっと俺もいいですか。おおおお、スパイダーマンになれる。あれ、ああ、いいですか。なるほど、はい、スパイダーマン。おお、あ、俺ダースベイダー。ダースベイダーキャラにね。なんで今オープンしたの。ダースベイダーは関係ないやろ。確かに
かに。ラスベイダーただの敵やから。いいっすね、いいっすね。そういうの好きそう。持ってるやん。持ってるやん、ダースベイダーのさ、グッズとかも。なるほど。ビルビル。なるほど。ビルからビル行ったりとか。そっち系なの、爽快感が。じゃあ他のちょっとメンバーもちょっと見てみよう。そっち系っすか、超能力でしょ。ヘアセットが上手くなる手になる。あだからよく自分たちでヘアセットとかするあれあるじゃないですか。魅力的ではあるな。燃えろインサ燃えろインサって書いてる。ダイイングメッセージやな。燃えろドラゴンじゃなくてギリギリで書いてる。なるほどなるほど。じゃあレンさん、僕これちょっと説明が必要なんですけど、はい、瞬間移動なんですけど、おー、はい、これあの瞬間移動もまあもちろん皆さんのご想像通りの、まあ、瞬間移動こっからじゃあ例えば実家に帰れたりとか、まあ、できるんですけど、はい、例えばあじゃあ空に行きましょう。じゃあ大丈夫かな、上に上空に行きましょう、はい、上空から上空までも行けるし、そのなんつうの空も空を飛ぶだな。あれマジでひどいな。そうでしょ。ちなみにこれですね、正解者はあの一語一句合ってる人がいます。いいですかこれ。でもすごい魅力的な答えもあったんだよな。正解は空を飛ぶ。おえーしょうもな。僕はだ超能力って言いましたから。でしょ。なりたおーなりたいスーパーヒーローとかなったら超能力ほらでしょ。でもダース・ベイダーとかスパイダーマンにもなってみたいですけど、ちょっと今日はすいません空を飛ぶだけに。これダメだった。一期一会あっちゃった。一期一会そうだった。それはまあやらない、まあね、めっちゃ魅力的だったっす。でしょ。俺は結構好き。俺も好きだから結構なりたいじゃないですか、うん、で君は静かにしてスネークに関してはもう限定してもいいぐらいですからね。これに関しては漢字使いな。途中書いたんですよ、はい、わかんねえなってなって。これはもう皆さん当たって当然ですよ。いきます。はい、僕の趣味は何ですか。これちなみに3個ありますので3個全て当てていただけたらなと思います。3つ、はい、これ1つ当てたら1ポイントとかそんなもんでもない。3つで、まあ、でもちょっと2個似たようなやつがあるんで、まあ、僕が OK とすれば OK でしょ。2個似たような。めちゃくちゃ難しいじゃん。趣味これはずっと言ってる気がするな。なんかいろんなインタビューでも3つ3個あるっす。3つって何よ。いやこれは結構僕好きって言ってますからね。当ててほしいな。めちゃめちゃ好きなこと多いじゃん君。いやいや、めっちゃ多いんですよ、まあ、本当に。そうなんだよ。でも主力のなんていうんですか、一つわかんねー。主力の趣味みたいなのがあるじゃないですか。3つやろ。はい、3つです。いやでも絶対いいですか、大丈夫ですか。あーちょっとこれで、うん、もうこれヒント使っちゃおう。はい、ヒント使っちゃおう。はい、ヒントお願いします。ヒントはですね、これはですね2つは携帯のアプリで完結します。えぐいな。でもえっ待って完璧じゃね。2つは携帯のアプリで完結します。じゃあ1つ何が2つ完結しない。1つは携帯のアプリじゃ完結しない。全部できないんだけど。完璧。えぐっ。分かった、別にできます。携帯のアプリでこれだべ。いやむずいな。いいですか皆さん。はい、待って待って待って、もうしょうがない、これだと思ってるから、はい、せーのでいきますよ。先見んなよお前。おおおおずれずれずれ。いきますよいきますよ。せーの早く。せーのドン。はい、バスケ。あやべ、学生活。バスケだ。フィギュア集め。絵を描く。絵を描く。映画を見る。うん、フィギュア。絵を描く。映画を見る。そう、ネットショッピング。ネットショッピングは音楽を作る。ずっと。うわ、すごい。あ1個でけえの忘れてるわ。これ何、1個当たったら1ポイント的な感じ。いや、全部当てないと。バスケ、すいません、これね、全員正解してないです。え、これ嘘だ。ちなみにじゃあ1個ずつ言って、はい、1個ずつ。まあ、まず絵を描くこと。はい、はい、じゃあちょっと丸付けは絵を描く。はい、丸付け、丸付け、絵は丸。これ忘れてたわ。絵を描くこと。いいですか。絵忘れてたわ。はいはいはい。だって描いてないもん、あんまり。あシールだって、このだって、ね、睨んでる。シールさんの、あのあれも僕が書いてるんですか。それはお仕事。おーそうだった。好きで書いてるのは見たことないな。二つ目、映画を見ること。よっしゃよっしゃ。え、ちょっと待って、服違う、うん、服か。あの服はですね、やっぱ仕事と一緒。仕事と一緒。名前と一緒やね。ネットショッピング。ネットショッピングも仕事と一緒っす。仕事なんだこれ。最後、はい、これ誰も書いてなかった。アニメを見ることですよ。迷った。だから似てるのね。そう。だから似てるって二つは似てるって言ったじゃないですか。あと音楽制作も趣味じゃないですこれは。もうかっけー。もう仕事。仕事です。仕事。仕事。
まあでも近い人めっちゃいたんで嬉しかった。そうやね、面白かったな。アニメめっちゃ見、最近めっちゃ見てるから。それを映画にまとめちゃった俺。そうですね。第4問、これは3問目に続きますね。一番好きな映画は何でしょうか。むずいって。これ言ってる？言ってるっす。でしかも多分共有しているメンバーも何人かいますし、結構言ってます。一番好きな映画、はい、で今2つここに書いてあるんですけど、2つをどっちか当たれば。一番じゃねえじゃん。確かに。2つどっちか当たれば。僕2つ2番だから。でももしもうこれいいですか、2つ当てれる人がいたらもう2ポイントあげたいぐらい。いや一つにしよう。もうイーサのマインドむずい。もうイーサの考えになんないといけない。そうそうそう。好きな映画も一番好きな映画可能性がある。そう、自分の中で温めてる。もうパッて思い浮かんだやつ。ちょっとね、大人見てるやつとか。空飛ぶとかも雑そうじゃないですか。え、もう2個書いた方がいい。ヒント使っちゃいます。ここでヒント使っちゃっていいですか。使っちゃいましょう。ヒント使っちゃいます。もたれるけど、LINE 教えるけど。好きな映画をですね、ある時は T シャツを必ずチェックして買うんですよね。はい完璧。はい完璧。そうだね、そうだね、確かにそうだった。はい完璧。あ、待って。だから2個かけたらもう2ポイントあげちゃいます、これは。はぁーめ、それね。ちょっと待って。もうこれ制限時間ありますからね。ないよ。それはやめて。制限時間ないよな、そうやろ。そんな聞いてないの。これ明日でいい？答えるの。明日ですね。今ですね、今ですね。T シャツか、でも T シャツ1個しかなくない？その映画のやつ。何個もある？え、1個正解したいんでしょ。まあ1個正解したら1ポイントですよ。何やったっけな、あの映画。これさ、2個一応書いてるんだけど、どっちが正解したらポイントは？まあ、OK にしましょう。よし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 。いきますか？はい。いきます。せーの、ババン。